皆さんこんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。今回取り上げるニュースはこちらです。ヒロシクスの危機経済副首相兼企画財政部長官が辞表を提出した3日の国会企画財政委員会でも話題に出与党と対立していた韓国の相続税制改変議論。この議論は韓国財閥サムスングループのコリ・ケン会長死去後に膨らみ、 その行方が注目されています日本の相続税も相当に高いです同じくらい高いのが韓国韓国が高い相続税率を維持する理由は1970から1980年代国主導の成長政策をもとに規模を拡大した財閥の存在にあります社会が育てた部分はいつか社会に還元すべきという感情が強いためこのように高くなっているのです けれど最近になって相続税制改変必要性が提起されました理由は大企業集団の規模が多国籍企業水準に大きくなり財閥一家の保有株式に対する相続税負担が雇用や投資など社会的価値を損ねかねないからです時代とともに韓国の相続税制は改変されるのでしょうか今回は韓国の相続税制にスポットを当て その税率の高さによる影響や弊害を日本との比較なども踏まえ、3つの観点からお届けいたします。1つ目、OECD 加盟国中1位の相続税、企業承継の韓国の懲罰的な相続税の負担が、経済協力開発機構 OECD 国家の中で最高レベルの企業と、国家経済の持続可能性にかなりの悪影響を及ぼしている。 という分析が出ました。韓国経済研究院は韓国の相続税に対し企業承継時過度相続税負荷の問題というレポートに基づきこのように主張しています。キャピタルゲイン課税を導入しなければならない5日韓国経済研究院のレポートによると韓国の相続税は OECD 加盟国の中で最も高い結果とされています。 相続税の最高税率は50%で、日本の最高税率である55%よりも低く、第2位ですが企業承継時、株式価値の最大株主割増評価、20%割増を適用した場合は、最高税率が60%となり、事実上、日本よりも高くなります。相続・贈与税の負担も高いレベルで、2018年基準 GDP 比。 相続・贈与税ごとの割合は OECD 加盟国のうち3番目の高さに、この税率の高さは相続財産の減少だけでなく、経営・県警省も不確実にして企業化精神を弱体化させる恐れがあると言われています。世界1位の爪切りメーカーであった3ンは2008年の相続税のために、株式をすべて売却した後、赤字企業に転落したのは、 その良いい例としてて挙げられています OECD 加盟国の所得税と相続税の最高税率の合計を比較すると韓国は日本100%に次ぐに92%ですけれど最大の株主割増し評価を適用すると韓国は OECD 加盟国の中で1位 102となり所得税と相続税の負担が最も大きくなりました。2つ目、韓国の懲罰的な相続税は、死亡宣告また、韓国経済研究院が面白い比較をしているようですので、こちらも見てみましょう。サムスングループのコリ・県機会長の18兆2000億ウォン規模の上場株式。これを直系貴族に継承された場合、相続税の負担を、 OECD 主要国と比較してみた結果です。結果は、韓国が10兆5905億ウォンで最も高く、日本の10兆96億ウォン、米国76兆2747億ウォン、ドイツ5兆4592億ウォン、英国3兆6399億ウォンの順となっています。韓国経済研究院のイム・イ員はこのように主張しています。現在 韓国は懲罰的な相続税が企業に、死亡宣告のように課税されている企業承継の障害要因である相続税を廃止し、キャピタルゲイン課税の導入が行われなければならない。また、OECD 加盟国比較ではこのような結果も出ています。家業相続者が税制優遇を受けるために、義務比経営活動をしなければならない期間の比較。フランス 83年、ドイツ5年、韓国10年、相続企業に属する従業員の雇用維持要大韓国は人数を基準として10年以上ですが、フランスは別途要件がありません。スウェーデンは2005年、チェコは2014年に相続税を廃止したのを含め、OECD 加盟国中13カ国は相続税制度がそもそもありません。 韓国よりも日本の相続税制の見直しを早急にしてほしくなりますよね。3つ目、脱韓国は3年連続で増加傾向に韓国を去る国民が文政権発足以降、増加傾向にあります。国際結婚をはじめ、えんこしや就職移住事業移住、独立移民などさまざまな理由で韓国を脱出している海外移住者。韓国メディア毎日経済によると その中でも、海外に居住して永住権を取得した現地移住者を除き、純粋に韓国から海外に移住した国民だけを集計した移民数は、このようになります。海外移民数、純粋値、2017年、825人、2018年、879人、2019年、980人、このように。 わずかではありますが3年連続で増加傾向にありますまたこのデータを裏付けるようにこちらも継続的に増加傾向にあるようです韓国国民が外国国籍を取得した国籍喪失者複数国籍に住んで韓国国籍を放棄した国籍離脱者数韓国で資産を成したとしてもこれだけ相続税で持ってかれては待ったものではありませんね 資産家がこぞって海外へ今日移すのも納得の相続税です。まあ日本も韓国のことをとやかく言えないほど高いのもまた事実で日本も早急なる相続税制改変をしていただきたいところですね。今回の件について日本の皆さんはどう思っているのでしょうか日本中からたくさんのコメントが寄せられていますのであなたも一緒に考えてみましょう。改正ししたとしても 日本ではありえない展開にしかならないね W そもそも日韓は比較されるものじゃない日本は事後法は適用されないから W これについては一長一短かな韓国も過去の日本と一緒で相続税が厳しくないといつまでたっても経済が直系一族支配になりかねない韓国経済の逆側の問題に財閥解体が進まないというのがあるからね サムスン副会長がちょっとかわいそうに見えるのは副会長が稼いだ昨今の分まで会長の財産として振り分けされているからかと韓国から海外脱出あれ我が国を選んだ移民が最多とホルホルしてなかったけ日本も確かに高いが一般庶民にはあまり縁のない税制だしかし韓国は大企業要は財閥に対しての国家の注力が 日本の日じゃないすごかったはず彼ら特権階級に対する懲罰的税制もまた仕方ないんじゃないか親の築いた莫大な財産を子供らが大した努力もなく「つぶ」というのは庶民感情から言って面白くないよ税金が適材適所で使われているのならまだしも。 必要もない空母や衛星も飛ばせないのに宇宙旅行に夢をはせる思考回路の破綻した民族では相続税なんぞ焼け石に水だろ別のチャンネルで若者の国籍離脱が増えている記事があったけどその上金持ちもこぞって逃げ出すとか韓国って本当にすんばらしい国だね日本相続のために農地を売る農家が増えた株式化していない個人事業店では 子は後を継ぐのが難しく家を出てサラリーマンになります理由は相続税で店を閉め売ることになると親が分かっているから一次産業が衰退するのは当然日本では相続税なんて関係ない貧民層が増えたえすぎたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をお願いいたします 内容がためになったと感じた方はいいねボタンを押してくださいご意見ご感想もコメントしてくださいではまたお会いし